新宿三丁目イーストビル。1階から8階に新宿マルヤネックス、9階から13階に新宿バルトナインが入居している。新宿三丁目イーストビルは東京都新宿区新宿3-1-26にある複合商業施設及びビルの名称である。2007年1月に竣工、同年2月に開業。1階から8階にデパートの新宿マルヤネックス、 9階から13階にシネマコンプレックスの新宿バルト9が入居している。地上14階、地下3階建て、高さ80メートル。本項目では、かつてどっちに存在していた映画館、新宿東映会館についても記述する。新宿バルト9は、旧東映映画館の代替施設として2007年2月9日に開業。東方シネマズ新宿、新宿ピカデリーと、 並び新宿区域内での大型シネコンである。全、スクリーンともデジタル上映に対応している。また、スモーキングルームも完備している。東映、東宝、小畜東急系の作品を中心に上映をしている。年に数回、チェーンマスターになることもある。新宿マルイアネックスは、2007年2月にマルイシティマイナス1として開業。2009年4月24日に、 現在の名称に変更し、同年9月18日にリニューアルオープン。模型店や小物店などを構え、新面図鑑をアピールしている。7階にプラモデルや鉄道模型などを販売している模型店。8階にレストラン街、おいおいザディッシュがある。新宿東映会館は、1957年に渋谷東映に続く東映の直営モデル劇場としてオープン。 1450席を誇る大劇場としてスタートしたが、その後は洋画ロード召喚、新宿東映パラスを新設。1972年に改装し、4艦体制となる。数多くの方が洋画を上映してきたが、建物の老朽化を理由に2004年1月9日をもって閉館となった。閉館後、新宿スカラが新宿区内における、 東映系チェーンマスターの代替機能を受け負っていた。ありがとうございます。